こんにちは、ひろひろです。今回はリクエストいただいた連絡袋を作ってみました。A4 のクリアファイルに合わせて作ってみました。普通生地で作っているので、プリントだけを中に入れると中でプリントがシワシワになってしまいそうなので、クリアファイルを入れて使用していただくとシワになりにくいかと思います。 35cm×58cm の表生地と接着芯と内生地を1枚ずつ用意します。接着芯を貼っていきます。ダイソーの接着芯を使用します。当て布をして貼っていきます。表生地と内生地を中表に合わせて、ここに返し口を開けてこことここを縫っていきます。柄に向きがある生地の場合はこちらを上にして重ねて縫っていきます。はい、今ここに返し口を10センチくらい開けてこことここを縫ってきました。この生地を表に返して、ここにアイロンをかけておきます。はい、今ここにアイロンをかけてきました。マジックテープをつけていきます。2センチにカットしたマジックテープを2セット用意します。この辺りにつけていきます。上から6センチ、横から5センチのところにマジックテープをつけていきます。こちら側も上から6センチ、横から5センチの位置にマジックテープをつけていきます。この時マジックテープは内生地も一緒に縫っていきます。今こことここにマジックテープをつけてきました。もう一つのマジックテープは内生地のみにつけていきます。内生地の横から5センチ、上から2センチのところにマジックテープをつけていきます。こちらの反対側も横から5センチ、上から2センチのところにマジックテープをつけていきます。今こことここにマジックテープをつけてきました。反対側のマジックテープはこことここについています。で、この生地をこんな感じで折り返していきます。この時ここの幅を12センチ出してここの端を折り返しておきます。はい、こんな感じで折り返したらこちらの生地もこちらに倒していきます。で、この周りを洗濯バサミで留めておきます。で、角に丸みをつけたいので分度器を使って角に丸みをつけておきます。はい、ここをカットしていきます。で、ここを縫わずにコの字に縫っていきます。今この周りをぐるっと縫ってきました。ここの丸みのところには切り込みを入れておきます。はい、こんな感じで切り込みを入れてきました。縫い目を切らないように注意してください。はい、でここの返し口からひっくり返していきます。
返したら、ここの返し口を閉じていきます。ここからここまで縫って返し口を閉じてきました。あと蓋のこの部分にも押さえのミシンをかけていきます。のミシンをかけてきました。表から見るとここからここに押さえのミシンをかけてきています。これで完成になります。